はい、スタートは体幹トレーニングの基本ですね。ここでは鼻で息を吸って口から吐いて、吐く息でウエストを背骨の方に寄せていきながらお腹を意識していきましょう。鼻で吸って口から吐いて呼吸していきます。呼吸は弱くやっていきましょう。はい、 OK。 休みは10秒ですね。10秒休んだら次また30秒いきます。今度は腕を上げることによって背中、上げた方の背中をしっかり刺激していきます。背中とお腹周りですね、意識しながら左側の手の方に体がずれないように軸をしっかり保ちながらキープしていきます。キープしていきます。目線が下がらないようにですね、少し指先のちょっと上ぐらいを見ながら体をキープしていきましょう。はい、 OK です。ではまた10秒休んでいきながら次は足を上げていきます。上げる足を後ろに伸ばすようなイメージですね。腰を反らないように注意をして一直線になるような形でキープしましょう。こちら厳しい方は支えている方の足、つま先地面につけても OK です。しっかり呼吸をしながらキープをしていきましょう。はい、 OK。 次は反対の足をやりましょう。はい、スタート。指先に力を入れすぎないように肩の力を抜いてしっかり体幹、お尻意識しながらキープしましょう。しっかりクロス、タッチ、吐く息で伸ばしていきます。タッチして吸いながらタッチします。吐く息で伸ばす、タッチ、伸ばす、繰り返してやっていきましょう。タッチして伸ばす、タッチして伸ばす、いいですね。伸ばして腰が反らないように注意しましょう。今度は反対いきましょう。タッチ、伸ばして、タッチ、伸ばして、続けていきます。タッチ、伸ばして、タッチ、しっかりバランスを取りながらタッチ、伸ばす、吸って吐いて伸ばす。 OK、 頑張っていきましょう。タッチして伸ばして、タッチして伸ばす、最後までしっかり。はい、OK。 次は肘付きになっていただいて体をまっすぐキープしましょう。余裕がある方は足を少し開いて肩幅よりちょっとワイドに開くという形でやってあげるとより負荷が高まります。呼吸を止めないようにしっかり
かり鼻から息を吸って口から吐いていきましょう。では左右に骨盤をスライドさせていきます。体をひねるというよりも横に真横にスライドを倒してアップ下げてアップ下げてアップ、そう、肘に力を入れないようにアップダウンしてアップ繰り返して頑張っていきましょう。1アップ下げて上げる下げて上げる、 OK、 続けて OK。足を横から持ってきましょう。膝を横から持ってくる。体がずれないように一直線の軸は保ったまま膝だけ上げる。グッと上げて横の腹筋使って頑張っていきましょう。上げて上げて、お尻が高く上がらないようにキープした状態で足だけ上げてきて最後まで頑張って、はい頑張って、はい、オッケー。しっかり10秒呼吸整えていきます。少しずつきつくなっているので整えながらいきましょう。次はそこからひねります。ツイストが入ります。肘を内側に向けて戻す、内側に向けて戻す、内側に向けて戻す、頑張っていきましょう。同じテンポでいきましょう。お尻がなるべく上がらないように、呼吸も止めないようにいきます。さあ最後までしっかりやりきってグッとひねってグッと1 1 1、はい、 OK。 さあ少しずつきつくなってきますけど、今度はルーレットですね、回していきます。時計回り反時計回りと交互にいきましょう。ぐーっとお腹を使いながら回す。お腹、腰、お尻、背中を使っていきましょう。ぐーっと回して、回して、頑張っていきましょう。しっかり自分でコントロールをしながら、OK。次は手をついた腕立て伏せの姿勢ですね。でまずはキープをしていきます。しっかり両手のひらで地面を押す、そして背中で上に引っ張られているようなイメージで、頭が下がらないようにこちらも注意しましょう。骨盤から背中、腰、背中、後頭部ですね、耳のライン一直線になるようにキープします。しっかりキープ、さあ最後まで、オッケー。次は足を手をタッチ、胸にタッチ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 するときになるべく体が横にスライドしすぎないように、そう固めてながら、そう体幹周り意識してタッチ、同じスピードでやっていきましょう。テンポをテンポを変えないように最後まで、はい OK です。いいですね。では今度は膝と手のひらをタッチタッチ、体格ですね、体格でタッチタッチ、これも一緒です。体がねじれないようにまっすぐのまま手と足をタッチ、膝と手のひらタッチ、そう交互にいきます。タッチタッチタッチ、ハンドをつかないようにしっかりタッチ、そう支えてタッチタッチ、 OK。 ここで約10分ぐらいですね。さあもう少し
まだまだところですね。頑張っていきましょう。今度は足を伸ばして、同じ肘にタッチ。タッチ、伸ばす。タッチ、伸ばすときはお尻。吸って、肘にタッチ。吐いて、伸ばす。タッチ、伸ばして、タッチ。伸ばして、目線を下げないように。1、顎を上げないように気をつけましょう。1、タッチ、伸ばす。タッチ、伸ばす。さあ、最後までいきましょう。タッチ。オッケー。さあ反対ですね。足を伸ばして 肘にタッチ。逆の肘、肘にタッチ。グッド。そうタッチ、伸ばして、タッチ、伸ばす。伸ばした時反動をつかないようにしっかりお尻で伸ばす。タッチ、膝タッチ、膝と肘をタッチ。そう、体が前に行かないように頑張っていきましょう。タッチ、もうちょっと、はい、オッケー。さあ次はクロスですね。右膝が左の肘に向かってタッチ、ねじりが入ります。ツイスト、ツイスト、伸ばして、ツイスト。はい、頑張っていきましょう。1、しっかり股関節からぐっと膝持ってきて、1、頑張っていきましょう。 GO! GO! はい、OK! でも反対ですね。レディーゴー。いいタッチして、雑にならないようにタッチ、しっかりタッチ、反動つかないように肘と膝がタッチ。反対の対角に向かって、対角に向かって、そう、1、呼吸止めないように頑張っていきましょう。1、タッチ、タッチ、上からくの字になる。お尻を引き上げて元に戻る。お尻を引き上げて、お腹の力で引き上げて元に道にキープ。繰り返しましょう。アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ。いいですね。しっかり上げてグッと戻す。 OK。横向きでいきましょう。ウエスト周りですね。この画面の場合は左肘で支えてますので、左の下の腹筋、横っ腹の周りの筋肉ですね、腹斜筋という筋肉を鍛えていきます。体が一直線になるように鼻で息を吸って、口から吐いて呼吸をしていきましょう。次は四つ這いになっていただいて、膝を少し地面から離すように浮かせます。この状態でキープ。膝が内側に入らないようにしっかり開いてキープしましょう。お腹、お尻、背中を意識して頑張りましょう。さあいいですね。頑張って最後までしっかりキープしましょう。さっきの状態で前に進みます。右手と左足を出して、左手と右足を出す。後方に対角に動いて、前後に動いていきましょう。前2歩、後ろ2歩。お尻が上がらないように注意して、お尻を振らない。そう、
場合ここですね。頑張っていきましょう。ねじらない、体をねじらないようにしっかり固定するとこ、動かすとこを意識しながら。OK。今度は今の移動を前後ではなくて左右の移動ですね。横を使っていきます。手の動きは一緒です。右手を外に出したら左足を内側に持ってくる。今度は逆ですね。反対、そう、1、1、はい、戻してテンポを同じテンポで、速くならないように膝をしっかり沈めてお尻を下げる。足だけが前に行き過ぎないように気をつけましょう。同じ幅で広げていきましょう。次ひねりの動きですね。横に足を出してひねる、足を広げてひねる、片足でしっかりキープしながらひねる、で戻る、ひねって戻る、ひねって戻る、繰り返してしっかり止める、ひねって横の腹筋、お尻周り使っていきましょう。バランス感覚、背中もしっかり使います。はい、最後まで OK、 頑張って、はい、ナイス。次は足をかかとをお尻にタッチ、ちょっと有酸素系の動きですね。グッと上げてタッチ、お腹、下腹部使ってタッチ、腕でしっかり支えながらバタンと降りない、しっかりグッと支える、降りとびストップ、支えてアップ、グッとジャンプ、タッチタッチ、しっかりキープして頑張って、オッケー。次は横向きになりましょうか。膝を曲げて手を伸ばしてキープ。これは左の手、左の背中、そして先ほどの横の脇腹の筋肉ですね、腹斜筋を使っていきます。頭が下に落ちないように一直線になるようにキープしましょう。呼吸止めないようにしていきます。膝を伸ばして同じような姿勢でキープ。手の位置が上すぎてしまうと肩に痛みが出たりしますので、肩の真下あたりに手をついてしっかりキープをしていきましょう。足先に力を入れないようにしてしっかり横の腹筋で上げていきます。こちらの場合だと左の下の腹筋を使ってグッと天井の方に引っ張られるように上げていきます。オッケー。今度は今の反対やっていきましょう。右の背中と右の横腹の腹筋ですね、腹斜筋を意識しながらウエストを縮めて吐く息で絞っていきましょう。膝を伸ばしてキープ、しっかり一直線になるようにキープしましょう。足を伸ばしてできない方は先ほどと一緒で膝を伸ばしてやっても OK です。しっかりキープしていきます。骨盤が後ろに下がらないように気をつけましょう。まっすぐ意識して骨盤下がらないように、ちょっと上げた方が良かったですね、これ。
さあ次ですね、肘をついて体をひねって肘で円を描くようにして目線は肘を見ていきます。しっかり広げた時にグッと下の腹筋が落ちないように、骨盤が落ちないように支えながら回します。吐く息で吸って吐いて繰り返していきましょう。グッとグッと、ナイス、しっかり持ってって続けていきましょう。次は膝を伸ばして上げてキープから上に上げる、ちょっと上げてダウン、上げてダウン、繰り返して下の腹筋で上げるようなイメージですね。逆くの字にしていきます。1 1、肩の力を使わないように頑張っていきましょう。はい、OK。ここで約半分ですね。20分ぐらいが終わりましたので、もう半分頑張りましょう。ひねって開く。肘をしっかり見ていきます。そう、広げて。反動を使わないようにぐーっと上げたら、しっかり胸、胸郭を開いていきます。可動域しっかり使っていきましょう。アップ、ダウン。そう、ぐっと上げて。吐く息でねじって腹斜筋を使っていきます。指先に力を入れないように手はリラックスしていきます。はい、 OK。 次は足を伸ばしていきましょう。アップしてダウン、アップダウン、アップ、下の腹筋でしっかり上げる、天井に引っ張られるような意識を持って頑張っていきましょう。1、アップ、ダウン、アップ、ダウン、繰り返して1、1、そう、頑張っていきましょう。はい、 OK。膝を曲げて上の足と手を伸ばしてタッチ、肘と膝をタッチ、体の前でタッチするのではなくて横側の側面でタッチ、なるべく頑張っていきましょう。その時に骨盤、横の腹筋が落ちないようにしっかりキープしながらタッチ、伸ばして、タッチ、伸ばす、タッチ、伸ばす、そう、頑張ってしっかり伸ばす、グッとタッチして吐く息で伸ばす、よし、OK。 次は肘をついて体を上げたら足を上げていってキープします。お尻使います。こちらの動画だと右のお尻を使ってキープをして左の腹斜筋、横っ腹の筋肉で押さえる、支えるですね。頑張っていきましょう。しっかりキープして下がらないように、足が下がらないように頑張って、はい、 OK です。素晴らしい。今度は反対側ですね、行ってみましょう。タッチして伸ばす、タッチして伸ばす、繰り返して伸ばす、タッチ、呼吸も止めないようにぐっと離れてきたら目線は指先を見ていきます。タッチ、伸ばす、ぐっと、そう、横の筋使いますよ。股関節も使っていきます。側面タッチ、側面タッチ、足を伸ばして上の足を上げてキープ、手も上げていきましょう。大の字のような状態ですね。この動画と左のお尻、そして右の腹斜筋、横っ腹でしっかり支えていきます。足が
骨盤の高さよりも下がらないように頑張っていきましょう。お尻でアップして、次は内ももを使います。手を伸ばした状態で横向きから上の足で体を支える。この場合右足で支えて右の内ももと左の横っ腹ですね、腹斜筋を使って体を支えていきます。右足が後ろに流れないように、骨盤が流れないようにしっかりキープしていきましょう。体がくの字にならないようにしっかりまっすぐしながら支えていきます。左の背中も使ってますね、しっかりキープしていきましょう。ちょっと大変ですけど頑張って、はい、 OK。 反対ですね、同様に今度左の内ももを使って体をキープしますよ。左の内もも、右の斜筋、横っ腹でしっかりキープ。ここからちょっと辛いですけども頑張って最後まで。はい、 OK、 素晴らしい、ナイスファイト。ここからもうちょっと頑張りましょう。今度は肘をついて同じことをやります。右足でキープしたら足を前に持ってきて、膝を骨盤まで持ってきて足を伸ばす。膝を持ってきて足伸ばす。膝を持ってきて足伸ばして戻す。1、2、3、1、2、3。早くやらないように骨盤の位置キープしながら足を動かしましょう。3、右の内ももしっかりキープしながら可動域も出していきます。はい、反対いきましょう。膝アップ、足伸ばして戻す。膝アップ、足伸ばして戻す。1、2、3。1、2、3。頑張って。1、2、3。上げて、伸ばす、戻して。上げて、そう。1、3。1、2、3。はい、ナイスファイトです。 OK、 次はちょっと台を使いながら台の上に足を乗せて同じように内ももでキープしていきましょう。さあ、内ももラスト。こちらは膝と肘をクロスしてタッチ。この時に体が下がらないように一直線保ちながらタッチします。しっかりタッチ、バランスを取りながら頑張っていきましょう。伸ばす、しっかり指先見て、グッと最後まで。1、伸ばしてタッチ、 OK。 今度は反対ですね。伸ばしてタッチしてグッとウエストを引き締めていきます。内ももですね、内ももの筋肉、お腹との連動性が強いのでしっかり鍛えていきましょう。タッチして伸ばしてグッド、そうファイト。さあ、最後まで頑張ってやっていきましょう。諦めないでタッチ、伸ばしで OK。次は仰向けですね。ここからはお尻、大臀筋という大きい筋肉、ヒップアップに効果高いトレーニングになります。足を開くことによって上の大臀筋ですね、上部を使っていきます。背中まで上げずに骨盤をまっすぐ上げていきます。背中をぐーっと反ってしまうと腰を反って痛みが出てしまうので骨盤をしっかりアップ、ダウン、呼吸も止めないようにやっていきましょう。つま先が浮かないように注意して足の裏全体をしっかり捉えていきます。
次は閉じて同じことをやります。閉じることによって膝と膝をくっつけることによってももの裏、そしてももの裏の付け根ですね、お尻の下の方に効いていきます。同じように背中を上げないように骨盤をしっかり上げて、もも裏意識グッと上げて、ダウンアップダウン、反動をつかないように肩に力を入れない、しっかりお尻もも裏意識していきましょう。左右にぶれないように気をつけます。 OK、 もう一度肩幅より少しフリロックスタンスを取って片方左の膝を曲げて右足でアップします。やることは一緒ですね。今度は右のお尻の上側を引かせていきます。アップダウン、まっすぐ骨盤を上げていきます。片方だけで上げないように、まっすぐぶれないようにしっかり上げられる範囲で頑張っていきましょう。OK、 今度は逆足ですね。右足膝を曲げて左のお尻で体を上げていきます。アップダウン、そうです、いいですね、頑張っていきましょう。アップ、アップ、ダウン、アップ、ダウン、続けて、1、反動をつかないように、そう、しっかり下げて、上げる、お尻、お尻、バックアップしていきましょう、OK。閉じながら同じことやります。今度はもも裏に効きやすいですね、もも裏、お尻の下の方ですね、しっかりアップしていきましょう。同じようにやってるように見えるんですけども、角度によって効いてくる筋肉が変わってきますので、しっかり効かせていきましょう。1、肩の力抜いてしっかりもも裏、お尻、こちらの場合は右足のもも裏、お尻使っていきます。反対いきましょう、頑張っていきますよ、しっかり上げて、もも裏、お尻、もも裏、お尻意識します。そう、頑張っていきましょう。アップダウン、アップダウン、そう、体ぶれないようにまっすぐ上げて意識して、腕を後ろに持ってって一度上げて背中でグーッと押してベンチみたいな状態ですね、体を四角形作っていきます。両手が肩よりも上に行ってしまうと肩が痛くなりますので、気をつけてしっかり地面を押しながら足、もも裏、お尻、背中意識しましょう。鼻で呼吸をして口から吐いてキープします。足は肩幅に開いて頑張っていきましょう。はい、OK。次は今の姿勢、まず最初に通っていただいて、そこから膝を上げる。膝をまっすぐ、そう、おへそのあたりまで上げたときに骨盤が下がらないように、まっすぐキープしながら上げる。アップ、ダウン。かかとだけに重心をかけないように、アップ、ダウン。しっかり。続けてテンポよく反動つかないようにしっかり止める、一度、そう、1、1、1、ファイト、頑張っていきましょう、最後まで、1、1、1、はい、 OK。 次は腕を上げていきましょう。前習いするような形で片方ずつ上げる。左手を上げるときは右手の背中で、右手を左手の背中、右手、左手、そう、頑張っていきましょう。骨
盤がなるべく落ちないようにしっかりキープして動かして、お腹周り意識しながら背中 OK。その状態で対角線ですね、右手と左足を上げてキープします。体もってちょっと疲れが見えますね。頑張っていきましょう。しっかりキープして骨盤がなるべく落ちないように背中、お尻、この場合は右のお尻と左の背中で体をキープします。もう少し背中伸ばしたいですね。はい、オッケー、ナイスファイト。これは結構ハードなので皆さん頑張っていきましょう。疲れてるところこそしっかり頑張りましょう。バランス頑張って、体の支えてるところを意識しながら左のお尻、もも裏、右の背中、種目ラストですね。同じように体を持ち上げたら円を描くように手をぐっと反対方向に持ってきましょう。1、ブリッジをするようなイメージですね。体をぐっと手を遠くに対角線上に持ってきます。全身使ってぐっと持ってきて1、お腹周りしっかり、背中、お尻使っていきます。 OK、 ではここからは腕立て、胸回り使っていきましょう。上半身ですね、膝を立ててからの腕立て伏せですね。肩幅に手を開いて親指側に体重をかけすぎないようにしっかり胸をつけてやっても OK。 ギリギリまで胸を近づける、辛い方はもう胸をベタッとつけちゃって、そこからプッシュアップで起き上がっても OK です。胸を意識、プッシュアップ、地面をしっかり押す、肩の上に力が入らないようにアップ。次は親指と拳をくっつけて三角形を手で作っていただいて、そのまま同じように腕立て伏せをやっていきます。ダウン、胸を近づけて内側の胸を使っていきます。アップ、ダウン、アップ、頭が下がらないように注意して呼吸止めないように吐く息で上げて頑張っていきましょう。きつい時こそしっかり、アップ、ダウン、アップ、さあ次は最初さっきの肩幅よりも手のひら2個分ぐらい外にして指先外に向けてワイドでやってきます。ダウンしてアップ、ハンドを使わないようにしっかり胸を地面に近づける、ギリギリまで近づけてアップして胸の外側を意識してあげる。ダウン、アップ、これも一緒ですね。頭が下がらないように、おでこが下がらないようにしっかりグッと、さあ OK。 次は片方の手に体重を乗っけるような形で少し広めのスタンスから右の方に寄せて戻す、左に寄せて戻す、片腕で腕立て伏せやるような形ですね。片方に寄せて戻す、右、この時左には力を入れないように、そう、伸ばしても OK。 ダウンしてアップ、なるべくダウンした方に体重をかけて、そう、さあ頑張って OK。
からタッチですね。タッチして拍手をクラップして戻す。これ一回止める。しっかりギリギリまで下に下がる。タッチ戻って、タッチタッチ、そう頑張って、タッチしたらしっかりキープ。ガッと止めないようにしっかり下で踏ん張る。下まで行って踏ん張る。1 1 1 1 1 OK。 さあここから残り3つですね。足を伸ばして最初の3つやっていきましょう。そして余裕がある方は耳を地面につける、傾けて、顔を傾けて耳をつけることによってかなり下までいきます。グッと下げる。そう、同じテンポで頑張って、グッと上げて、ダウンアップ、ダウン。さあきつくなってきましたけど最後まで頑張りましょう。ふーっと上げて、はい、はい、 OK。 次は上指と人差し指くすげて三角形作って足を伸ばして頑張りましょう。さあきついですけどしっかり上げていきます。ダウンアップ、ダウンアップ、頭下がらないようにアップ。ちょっとテンポがこの動画遅いですけど皆さんも頑張りましょう。アップ、頭下げない、しっかり。ちょっとバテてますけどしっかり上げて、はい、頑張って最後まで OK。 じゃあではではラスト、ワイドですね。足を伸ばして最後胸鍛えていきましょう。ダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップ。しっかり、ちょっと胸がついてこなくなってきました。頑張って、しっかりグッと下げる。アップアップアップ、はい、OK。